めてあなたと出会ったのは箱ばかりの小さな6畳間メガネ越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから1ヶ月朝から晩まで二人きり行ける世界が違う。こんな私にあなたは優しくしてくれた。ごめんね画面から出れないの。私は二次元の女の子。どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。ごめんね本音が口に出せないの。私は二次元の女の子。決められたセリフ通りにしかあなたと会話できない。伝えたいのこの気持ち。出会ってくれて本当にありがとう。他の子に浮気とかしないね。私だけを見てってくれた。あれから1ヶ月あなたが箱から取り出した。インストールし始めた別のゲームにあなたの気持ちは映ってた。そうよねゲームには終わりがあるの。私は二次元の女の子。どんなにあなたが恋しくても飽きられたらすぐ終わり。ごめんね本当見てるの。私は二次元の女の子。あなたとの幸せをちょっぴり外で感じてみたかった。でも覚えていてね。